おはようございます。2月4日の相場解説になります。時間は朝5時ですね。FX の上級者、中級者、初級者を分けるものとしては、一つにはね、知識の量があると思うんですよ。例えば昨日お示しした上昇の特徴っていうのは、ロウソク足4本で構成されている特徴になるんですよね。でも通常こんなところまで知ってる人はいません。でも上級者っていうのはこういうところも気づいて取りこぼさないから上級者なんですよね。だって中級者以下の方はこんなこと気づきませんし、そもそも知らないんですよ。そして知っていたとしてもエントリーする勇気は出ないと思います。というのが私もね、5、6年この知識を知りながらずっと見ていったから、確かになってことが確認できているだけなんですよ。まずはだからチャートの特徴とかフォーメーションを知っておくこと、これが大前提になります。だから一番最初初級編の時に知識をとにかく詰め込んでいただきたかったんですよね。そしてその知識があった上でチャートを見ることによって、確かにそうなってるよねっていうのが何回も確認できるから、最終的第3段階目にはお金を入れる度胸ができるわけなんですよ。この経路を使っていただければ、もう私の解説なしにでもね、しっかりと稼げるようになると思います。ただですね、私の解説を見ながら聞きながら参考にしながら利益を積み増していくってことをまずは体験していただいて、確かにそうなるよねっていう、そういうふうなねケースをね積み重ねていくことも一つの経験になりますので、まずはね解説付きでの自分の判断、こういったものに対して自分の資金を投じていくってことを繰り返していただきたいと思います。それでは昨日の検証をしていきますので、動画の方をご覧いただきたいと思います。こちらです。2月3日のことですけども、昨日お話したようにね、昨日の朝の解説でお話したように、この4本のロウソク足の特徴、陰線陽線の後では上昇になるんだよってことを話しました。そしてこの図では切れちゃってますけども、ダブルボトムなんですよね。左の方もなくなってますけども、ダブルボトムの2つ目がここに来ていて、1つ目がこっちの方にあるわけですよ。ですんでここから上昇を考えてもいいかなという理由2つになったわけですね。プラスで言えば、大きな時間軸は総じてプラスの方に向かってます。右上がりですよね。右肩上がりに向かってますから、まあ自信を持って私はねエントリーができるかなと、高い確率で倍に入るかなと思ったところ、昨日の夕方17時30分の時点でこうなっていましたよってことですよね。まさに114円の235っていう赤いラインを引きましたよね。ここから始まって上昇してですね、ここでエントリーがどんな方でもできたってことです。昨日の朝の解説を聞いていれば、上昇していってるのを確認して110円の519でエントリーできたでしょ。バイでエントリー、そこでそれがね今この図に書かれています。バイでエントリーできますよねって。目標値は114円の723をとりあえずの目標値にしてください。20ピップス狙いです。さあどうなってるでしょうか。ちょっと時間をね進めていきますよ。はい、2月4日の深夜2時です。お話したようにここの20ピップスは難なく取れたかと思います。その上でまだ上昇が続いてますので、上昇をさらに追いかけていくか、それとも一回ねエグジットして利益確定をこの 20ピップスでして、で取った利益の半値でさらに追っかけていくのかっていう選択もありますよね。ですんでこれはね、どこまで上昇を目論むかと言いますと、ここですからね、110円の430ですから、まだまだ上幅があるわけですよ。だからまだ狙っていけるんじゃないですか。60ピップスほどさらに上昇するのを狙っていきたいと思いますね。そのためにここで得た利益の半分を使って残りのこれを取りに行くっていう感覚ですね。損はないでしょ。はい、じゃあ今現在のチャートを見てみますね。このようになってますんで、まずはこの幅が取れましたね。20ピップス相当が、じゃあ20ピップス相当が取れたら、まあ私の場合でしたら2万円とか3万円ぐらいの利益になってますんで、じゃあロットをね 0.5 ぐらいに落として、まあ私の場合はこれゼロラインですけどね、完全にエントリーした時のロスカットラインをぐーっと上にして、ここに設定して倍入れっぱなしっていう形になります。ここまでね。そうすると今からエントリーした方でも、これどうですか、リスクリワード 3.1 にきっちりなってるでしょ。つまりはこっからリスクリワード 3.1 できた、この下で取った
そのまんまの形がなんとね、ここでも同じように生きてるってことなんですよ。ここでエントリー、ロスカットラインで、テイクプロフィットライン、そうなるとリスクリワードが 3.1 だよねってことになりません？ね、エントリーはここですよ。ほら、今リアルタイムですよ。2月4日の朝5時、ここでエントリーするならこれでテイクプロフィット、そしてロスカットラインがリスクリワード 3.1 で刻めるでしょ。しかもこれ損してもここで得た利益の半分を使ってやりますから、ここの利益の半分はもうどう転んでも残るんですよ。これぞノーリスクでハイリターンを狙った投資と言えるんではないですか。今日はそういう風な方針でやっていきます。1日、まあ、ですんでエントリーは済んでますんで、特に私から指示することはありません。振り返っていただきたいのは、ダブルボトムっていうのに気づけましたかってことと、全時間軸が倍の方向に向かうっていうことと、これこの4本のロウソク足、めったに出ないんですけどもね、ここまで思い出せて、でちゃんとエントリーできればもう上級者ですよ。ほとんどの方は上級者になる必要はありませんので、今回は特別に奥義を紹介したってことにさせてもらいます。さあ、いかがでした。勝つわけでしょ、私がどう考えても。だから小賢しいテクニックとかなんとかじゃないんですよ。基本を忠実に再現してるだけですから。で、今までもそうですし、これからもそうです。新しいテクニックが出てくることは特にありません。ずっと同じことやってます。まあ今回みたいにね、4本のロウソク足のまだらね、陰線陽線陰線陽線の4本のやつ、これは珍しいですけどね。ただこれがなくったって、今回はダブルボトムと、あと全時間軸が右肩上がりっていうところだけでもエントリーできなくちゃダメですよね。それじゃあ頑張ってみてください。失礼します。